お世話になっております。相変わらずの一人でございます。またポケットモンスター、ソードの続きやっていきたいと思います。今回ですね、夢特性のローブ神を捕まえていきたいと思います。こいつの夢特性は何かと言いますと、鉄の拳でございまして、その名の通りですね、パンチと名が付く技と、あとですね、アームハンマーとか、スカイアッパーのね、威力が 1.2 倍になるっていう感じですね。なので、なかなか使えるんじゃないかなと思います。でですね、まず前提としまして、どうやらですね、ドッコラとかドテッコツ、とかの夢特性のやつは出現しないらしいので、もしね、夢特性のやつ育成したかったら、ローブシーンの夢特性のやつを捕まえないとダメってことですね。なので今回捕まえていきたいと思いますということで、出現場所はですね、まあこれは、私がね、検証したものではなく、攻略サイトの情報のものなんですが、ウララカ草原とかミロカロコの南とかストーンズ原野で出るとのことです。でですね、どうやらですね、ここ全部赤い柱でのみ出現ということなんで、紫の、巣では出ないらしいので、そこだけはご注意くださいって感じですね。ではね、今回はその中でも、ウララカ草原のところをご紹介したいと思います。というのもですね、まあどこで多分ねゲットしても大して変わらないと思うんで、出現率とかもね、なので比較的行きやすい場所ですね、その巣の配置的に分かりやすい場所をご紹介していきたいと思います。ですのでウララカ草原を、選出したって感じですね。行き方ですね、この集いの空き地からですね、まずはまっすぐ行きます。まっすぐ行って、道なりにしばらく行きますと、目の前に木箱の瞳のあの孤島みたいなのが見えますが、ここ見えたらまあ左ですね。左行って橋を目指していきます。橋が目の前に見えると思うんですが、左行くと、その橋のね、手前のところですね、手前のところの巣ですね、橋からちょっと離れたこの手前のところの巣に出現するとのことで、ここで捕まえていきたいと思います。でまずね、裏側を使わない方法はどうやってやるかと言いますと、単純に願いの塊をずっと投げ続けるって感じですね。それで、出現させるって感じです。で赤い柱で出現するので、比較的ねゲットしやすいんじゃないかなと思います。でですね、まあ、今回は裏技を使っていく方法をご紹介していきたいと思います。まずはどうするかと言いますと、設定でですね、話の速さを遅いに設定しておきましょう。それからですね、レポートを書いていきます。レポートを書きましたら次の段階に移っていきます。赤い柱を出していくんですが、私のね動画でね、見ていただいている方は分かると思うんですが、紫の柱をねいつも出してやってるんですが、その応用バージョンですね、赤い柱に応用させていくバージョンでやっていきたいと思います。どうやっていくかと言いますと、まずは願いの塊を投げていきます。でハイを押して、それからですね、冒険をレポートに記録しますかね。これハイを押して柱の色を確認してすぐにホームボタンを押しましょう。柱の色を確認してすぐにホームボタンですね。で今赤い柱が出たからいいですけど、もしこれで紫色の柱が出たら、終了しましょう。終了してリセットしましょう。そうするとどうなるかと言いますと、またですね、願いの塊を投げてない状態から始まりますので、もう一回、同じ行動ができるってわけですね。ですので今回はですね、赤い柱が出たんでそのままやってきますが、紫色の柱が出たらね、一回切ってもう一回やれば、願いの塊を投げる前に戻りますので、何回もできるわけでございます。それで、赤い柱を出しましょうといってもね、ほとんど赤い柱が出ますので、大抵はこのね、やつは必要ないんじゃないかなと思います。裏技やんなくて大丈夫なんじゃないかなと思います。とりあえずこの続きやってきます。で中身確認しますと、これは、おそらくねローブ神ではないので、その進化前のやつかな、だと思いますんで、これをね中身を書いていきます。どうやってやるかと言いますと、まずみんなで挑戦をやったですね、そこから、この状態になったらホームボタンを押して、設定からですね、日付と時刻ですね、本体から日付と時刻をやりまして、1日、進めていきます。それでですね、戻ってで、やめろを押します。やめろを押すとどうなるかと言いますと、ここでですね、ワットが復活してまして、さらにですね、中身確認していくと、ポケモンが変わってます。ですので、これを続けてですね、ひたすら何回も何回もやってですね、お目当ての、ローブ紙をね出していきます。ひたすらこの日付と時刻でまた変更して、1日進めてですね、それまたやめるを押してっていうことをね、ひたすら繰り返しましょう。それでひたすら繰り返して、ローブ神が出るまで、何回も何回もやっていきます。はい、ようやくローブ神出てきましたね。まあこれ4つ星のやつは結構たくさん出てくるんですが、5つ星のやつはですね、あんま出てこないので、もしね5つ星の欲しい方は結構何回もやんないとダメっぽいっていう感じですね。まあとりあえず今回は5つ星でね、こいつは、高個体値で、4部以上確定ですので、高個体値のやつが欲しい方はね、5つ星のやつを出しましょう。結構時間かかりますけどね。まあ、とりあえずこれで出たら何をするかと言いますと、一回やめろを押してですね、それで一回レポートを書きましょう。なぜレポートを書くかっていうのは、これから説明したいと思います。
例えばですね、ここで戦って、こいつが夢特性じゃなかった場合、どうするかと言いますと、もちろんリセットしますよね。リセットしたらどうなるかと言いますと、先ほどの部分に戻るわけでございます。この部分に戻って、で、もう一回確認するとどうなるかというと、リセットしても全く同じ個体が出現します。夢特性じゃなかったら夢特性じゃないやつがまたね、再び出現するわけでございます。ですので、もしね、もう一回別の個体と戦いたかったら必ずまたみんなで挑戦をやったですね、オンボタンを押して日付変更してまた戻ってそれでやめるみたいな感じの作業をしてですね、また別のローブシンを出さなくてはなりません。そこはご注意くださいって感じですね。でですね、もしレポート書いてなかったらどうなるかと言いますと、一番最初に出てきたポケモンからですね、この柱を出した時に一番最初に出てきたポケモンいるじゃないですか。そこからですね、また変更してこのローブシンをまずね一回出して、さらに次のローブシンを出さないと別のローブシンと戦えないので、そこで書いとくって感じですね。レポートしておけばこいつの手前で、レポート書いとくことになりますので、始められますので、そうすると次の個体に変えるだけで済みますので、ですからここでレポートを書いておくって感じになります。まあそんな感じで今回戦っていきたいと思うんですが、相手の特性がですね、ローブシの特性が、一瞬ではわからないものですので、このサーナイトを使ってね、やっていきたいと思います。サーナイトをなぜ使うかと言いますと、サーナイトは特性でトレースというものがありまして、出た瞬間にですね、場に出た瞬間に相手の特性が一瞬でわかりますので、すぐにリセットできるんですね。ですから相手の特性がわかるので、ですから使っていくって感じとなります。まあ、とりあえず、やればわかりますので、ね、あ、鉄の拳一発で来ましたらラッキーですね。こんな感じで一発で見破れますので、もしねこれで根性とか力づくが出てきたらね、普通に戦わなくて OK ですので、リセットするって感じですかね。もうとりあえず今回も一回リセットしたいと思います。まあ多分ねサーナイトでしたら大丈夫だと思うんですけど、一応ね、ここでリセットしていきます。多分勝てないと思いますので一回リセットします。はい、それでリセットしましたら、先ほども言いましたが全く同じ個体出現してますので、もし夢特性じゃなかったらね、必ずみんなで挑戦やってまた本ボタンで日付変更してやめろをしてですね、また別の個体を必ず出しましょう。今回ですね、夢特性なので、そのまま普通にね、戦っていきます。無限ダイナでいきたいと思います。それではね、レッツラゴーさせていただきますっていう感じですね。行きましょう。倒せるかなっていう感じなんですけど、多分余裕で倒せますね。ローブシでそこまで強いポケモンではないと思いますんで、やっていきましょう。OK、行きましょう。OK、倒しましたね。なんとか倒すことができました。まあ普通に無限ダイナでしたら倒すことができるんじゃないかなと思います。捕まえていきましょう。 OK、 これで、ハイパーボールでやっていきましょう。なんとかゲットできましたね。まあやはり5つ星のやつは出てきにくいので、そこだけは、ご注意くださいって感じですね。5つ星のやつが出にくいというよりは4つ星のやつがめっちゃ出るので、まあそこで戦ってももちろん多分ね夢特性のやつ出ますけど、5つ星の方がねやっぱりね高個体値の可能性あるので、しっかり育成していきたいっていう方はね5つ星のやつ捕まえた方が4部以上確定なのでいいんじゃないかなと思います。 OK、 とりあえず捕まえましたね。ナイス。はい、これでゲットでございます。てっててれてってれてってって感じで、はい、ありがとうローブシンさん。同じ成分でもローブシンが混ぜたコンクリートの方がずっと硬く丈夫だなんでこいつ魔法みたいに使えるってこと？同じ成分でもこいつが混ぜるだけで何それ硬くなんの？それやばいでしょ。 1.4 メートルの87キロね、意外と重くないよな。なんかあ、この石も入ってんのかな、石込みかなこの重さ重さ石込みこれ石込みだったらこいつそんな重くないぞ、言っとくけど、まあいいや。はい、ということでゲットさせていただきました。4部位ですね。さすがに4部位です。攻撃と特攻が、かなりいいという感じで、まあ最高ではなかったんですが、まあいいですよ。それはしょうがない。いいよ、気にすんな。タイプは格闘でございまして、特性は鉄の拳。パンチを使う技の威力が上がるということでね。まあ先ほども言った通り、冒頭でも言った通り、まあそういう 1.2 倍になるって感じらしいですね、どうやら。なので今回捕まえさせていただきましたって感じで、バカ力、ストーンエッジ、爆裂パンチ、叩きつけるという感じで、すね。技はね、こんな感じです。おっとりした性格でちょっぴり見えっぱりっていう感じで、まあなかなかいいんじゃないですかっていう感じですね。まあそんな感じで今回ゲットさせていただきました。こいつをゲットするポイントとしましては、まずはサーナイトを使うことですね。サーナイトを使うことで一瞬で相手の特性がわかりますので、戦わないでね、時間をね、あんま使わないで済みますので、サーナイトを使うことを強くお勧めいたします。あとはですね、リセットした際にもしね、夢特性とかじゃなかったら、必ずね、
別の答えに変えることはお忘れなくお願いいたします。そうしないとまたずっと同じ答えと戦ってしまうので、そこだけはくれぐれもご注意くださいっていう感じですね。まあそんな感じで、あとはあれですね、四つ星、だと若干ね高個体値が期待できなくなってしまうので、5つ星のね高個体値をゲットすることをお勧めします。そっちの方がね圧倒的に育成が楽になりますので、5つ星が出るまでなんとかねやって、まあちょっと出にくいんですが頑張っていただいてやる方が、後々効率は良くなるんじゃないかなと私は思っております。という感じで今回ねロープシンをゲットさせていただきました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではバイビー。Just...